行くか。ここか。噂には聞いていたが、ずいぶん大層なお屋敷だな。本当にここでするつもりなのか。女子会のご招待か。神月邸のパーティーはすぐに殴り合う系になっちゃうから、今回もどうなんだろう。でもあの家のスイーツには逆らえない魅力があるんだよね。ん？なんだあれ。ねえ、誰だか知らないけど、今日は楽しい女子会だから、道場破り的なのは別の日にしてもらえる？なんだお前は。それはこっちのセリフ。トゲつけちゃって完全に不審者でしょ。それのくせにやるじゃない。いや、あた、俺はあの不審者じゃなくて、久しぶり。ちっとも変わってないね。ちょそのトゲ野郎って知り合い？いや、だから。違うよ、いぶき。野郎じゃなくて、ほら、風間あきらちゃん、女子だよ。女子です。すみません。この間久しぶりに連絡もらって、お茶でもしようってことになって。だったらってことで神月さんがお茶会に呼んでくれたんだよね。ああ、今日の女子会ってそういうあれか。はい、お招きありがとうございます。なんだ、ごめんね、不審者扱いして。私は伊吹。二人はどういう知り合い？あ、その話しちゃう？あれはいつだっけ、アキラ。そうですね。あれは、私がある事情でヘルメットをかぶって男子校に通っていた頃ですね。もっと強くなりたい。やらなくちゃいけないんだ。私が勝負して鍛えてあげる。さあ、遠慮なくかかってきて。殴ったり蹴ったりする方の仲良しか。やっぱりね。懐かしい。話してるとなんだかムズムズしてきちゃったかも。久しぶりに。どう？今日は女子会なのでは。だってもう息吹とはしちゃったんでしょ。
私ともやろうよ。近いですわよ、さくらさん。あ、うん、もしかして神崎さん。はじめまして。こちらこそ、はじめまして、アキラさん。伝説の総番長、風間大吾さんの妹さんですわよね。お会いできて光栄ですわ。改めて神月家のお茶会にようこそ。本日のお茶菓子はさくらさんにおすすめされたお店ベルフォンヌで取り揃えましたわ。ここのケーキ美味しいんだよね。一度食べてみたいと思ってたんです。嬉しい。最近すごく評判で並んでるお店でしょ。もしかして買い占めちゃった？調べたところ、将来性のあるお店でしたので、投資がてら経営権ごと買い取らせていただきました。商品モニターも兼ねて全品食べ放題ですわ。お店ごと？相変わらず桁が違うよね。食べ放題ごっくりですが、その前に風間明さん、一つ手合わせを所望いたしますわ。神月さん、あの、私てっきり今日はお茶を飲んだりお菓子を食べたりおしゃべりするものだと思ってきたんですけど。でもここのお茶会はどうしてかいつもこうなっちゃうんだよね。その人を知るに千の言葉より雄弁な戦いの一瞬がある。あなたもそれをご存知ではなくて、アキラさん。確かにね、私たちもそうして分かり合えたっけ。アキラ、神月さん負けず嫌いだからね。さくらとやり合ったことのあるあなたと自分も戦ってみたいんだよ。わかりました、お相手させていただきます。私を満足させてくださったら、スイーツ大盛りに加えてリーチにご招待もお付けしますわ。それじゃあ遠慮なく行きます。次は私とだって。ね、アキラ。